報告書遊んでいきたいと思います。さあ、じゃあいわゆるステージ3だね。まあ作りはステージ2と全く同じ感じだけど、この野田とともに、ブレーカーを3つ普及させろって言われて、途中で私野田をどっかになくしてしまった。前回私ブレーカーが3つに戻ってる。これ自分で手動でセーブしないとダメかな。オートセーブ機能に引っかかんなかったのかな。はい、ちょっともう一回やっていこっか。はい、ランタンなくなった。ランタンあるのかな。さっきのステージだと見つけれなかったね。でさ、あのハテナハテナハテナが、このハテナハテナハテナがどういう時に出てくるのか分かんなかった。はい、よし、行くよ野田。まただ、頭部巨大なる人型を模せし人形を作成せよ。役所人形作成だって。白塗料にて人形の邪気を清めよ。顔面に幸福の笑みを灯せ。へえ。役所人形を作成 してるんだ。あれあれが役になってますけどね。野田、あれ野田、え野田、えあれあれ野田が呼べないんだけど、あれマウスホイールで、えの呼べなくなってる。あ、もしかしてこれさ、さっきの続き。え、いや、あ、最初にこれ話しかけないとダメなんだ。はいはい、ここで、これで上の中央ボタンで野田を誘導できますって、上に出さないといけないんだ。はい、よし、ここで待ってる。え、なんで指示が聞こえない。え、押しついてくれ、難しい。どういうことなのだ。そしてさ、早速さっきとさ違うんだけど、作りが、え、さっきとマップ変わっちゃった。え、さ、なかったもんね、さっきここに。いや、あったか。すぐにさ右に曲がったけど開いてたんだよね。鍵が必要になっちゃった。でも違うって、やっぱマップ違うって。え、わかんないけど、こう怖いからもうセーブしていこう。マップ情報はセーブする。え、修復ブレーカー、まあセーブして一旦閉じたら修復ブレーカーの台数は保存されないのはわかるけど、あ、違う違う違う、さっきのさ、普通にステージ2でゲームオーバーになって戻ってもさ、え、地下か、地下はあんまり行ってもな、地下は一回行かなくても、もうブレーカーを最優先で直していきたいんだもん。あ、野田どうしよう、野田ちょっと邪魔かも。野田どうして、あ、積んだんじゃない、待って、野田野田野田、ずっくっくっ、あ、いけた、危な、これキャー来たーってなっても野田が邪魔で引っかかる可能性が出てきたよ。どうしよう、あれさっきこっち行った気がするな。あ、じゃあ最初からあのドアあったっけ。やっぱ違うって、こんなにドアなかったもん。え、こんなにこんなに今度鍵が必要がいっぱい出てきた。はい、うわ、今のター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 タがうるさくてわかんない。したけど、かすかにカカカカカカっていうのもしたけど、テー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 がうるさかったよ。え？あ、こ、真ん中かな。何あの向こうのさ、明かり。見えてるよね。これはね、前に見たね。待って、鍵が必要。あ、じゃなかった。前だわ。いやー、怖い。あと、懐中電灯欲しい。うわっあ、
ハテナハテナハテナがな、どうやったら出てくるのかも。また鍵が必要？今度は鍵が必要ゾーンめっちゃ多いんだけど。ここも？あ、っていうか、エレベーターだ。これは初めてかな。でも、それからあの子は何かを隠すようにレポートのことを話さなくなってしまった。次第に口数も少なくなっていった。最近何か悩んでいることがあるんだろうと話しかけてみたけど、なぜか本題に入る前にふらっとどこかへ行ってしまう。無理やり引き止めるなんて私にはできなかった。あの時はそういう重すぎる空気感だった。正直意味がわからない。ここか。じゃちょっと壊しとこう。開かないか。じゃあまっすぐ来たらいいんだね。入り口から。ただただまっすぐ来たら。あ、ちょっと待って、どこだ？さらにこっちからするんだけど。全部鍵が必要なんですけど。さらに向こうからするよ。これエレベーター？向こうからするんだけど。こっちからするよね。もう向こうからする。しかも鍵が必要案件で。走ったらついてこれなくなるの？いるな。ってことはさ、やっぱりさ、確定でわざといなくなったってことだよね、さっき。そういうことだよね。来てるもんだって。よし。近いぞ。いるのか。こっちなんだけど、どういうこと？難しい。電池か。取っとこうか。ここら辺？出なくていいから。あ、いたよ、今いた。今いたのを野田が打ってくれてんだ。野田打ってくれてんだ。じゃあ野田絶対いるわ。あ、いたいエンタで立ち上がる。ブレーカー3に戻ってる。ちょっと待って、またマップ変わってる。待って、あ、野田があいつら撃ってくれるってことは分かった。それは分かったけど、あ、もしかしてさ、さっき私ここやってなかった？パチってやったっけ？やってなかったら結構扉鍵閉まってるとかあるのかな。あ、野田に話しかけなきゃ。話しかけて消防士だったんだよね。オッケー。はい。行 くよ。ここで待ってる？よし、ついていくぜ。よし。あ、ねえ、やっぱ絶対これマップ変わるじゃん。セーブとか関係ない。はあ、マップ情報がセーブされるってどういうマップ情報だったろう？マップ情報何もセーブされてなくない？一応押したよね、私セーブ。野田があれ追っ払ってくれてたのかな。でも仕留めれてはないんだね。あ、であのまっすぐなあそこがエレベーターだよね。チカ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 ってやってるところが。まっすぐだぞ。あ、またある。だんだんあの子の顔色が悪くなっていったのがはっきり分かった。
いや、どちらかというと偏食と言ってもおかしくない。さすがに病院で見てもらわないといけないと判断し、連れて行こうとしたが ごめん、なんか声がかすれてきちゃった。あの子は首を横に振るだけだった。声も出さず表情も変わらない。でも笑顔にはなれるみたい。ちょっと変な笑い声だったけど、急なあの子の変貌ぶれに気がおかしくなりそうだった。それがさ、出てたハテナハテナハテナ野田いるよね。あ、野田がさ、やっつけれる。わっ お冷やかしの毒毒だった。ねえねえねえ、聞こえない。ストロボ焚いた時に邪魔しないの。もう向こう行っちゃった。待って、来てんの？いた。危ない。やばい、野田が。あ、野田来てる。野田いるんだ、まだ。野田。待ってるじゃない。野田、こっち来て。指示が聞こえない。落ち着いてくぜ。よしよしよし。怖っ。なんかでもガチャンってなんかこうカメラの落としたら野田が察知してやろうとしてんだってちょっと分かって、それはそれでありがたいけど、こっちから聞こえる。こっち行くと変なとこに出ちゃうんだよな。野田ここ来れる？あ、待ってるになるのか。そこに待ってるのね。感覚的にはこう違う。あ、違うな、向こうに行っちゃうな。ちょっと壊しとくか。隠れれるのに良さそう。これはどこに出るんだろう。野田がいるところに、回り回ってこない。打ってる、野田が打ってる。今打った音したよね。待って、ブレーカーが分かんない。こっちか。あった、ここにこれがある。危ない。どこにいた？やばい、野田がいないと感知が遅れるかもしれない。パーンって言ってんだよね。パーンって聞こえたんだよね。遠くなった。ちょっと待って、分かんなくなった。帰るか。あれ、今度こっちから聞こえるんだけど、なんでだ。あ、ここに繋がってるんだ。あれ、あれ、こっちから聞こえる。でもいけない、いけないよ。こっちから聞こえるぞ。待ってね。あ、さらに向こう。あれ、遠くなったんだけど。なんで？ちょっとじゃあ戻るか。野田、やってくれた？たまにさ、野田でやることができるのか知りたいよね。ごめん。じゃあこっち行くか。
こういう感じでさ、これやられてる。わーわー、首だけだった。野田、これいける？あ、待ってるか。こっちも。さらに向こうからするんだけどな、どうしたらいいんだ。そういう意味で難しいぞ。そういう意味で難しいよ、野田。どう言ったらいいかもわからん。キャモン。こっちにいるな。こっち、ああ、どうしよう、どうしたらいいだと思うのだ。いや、どこに行ったらいいなのだ、わかんないよ。こっちからする、こっちからする、するよ。今したよ。今度はさ、鍵があったあったあった。今なんかそのなんかかぶってて、私がちょっとたくの早かった。もうはてなはてな出てこないね。今も学校に行ったきりで何の連絡もない。情報を求めて SNS とかチラシを使ったり警察に捜索をお願いしてるけど進展がない。一体どこへ行ってしまったの？なぜこんなことに。どっから来てるか分かんないな。出した弾をやっつける。あ、やっつけた。やっつけて、どうだ。さ、野田で固定放題やればいけるくない？あ、消えた。でもきっとさ、無限にリスポーンするんだろうな。今度はブレーカーに全然たどり着けないんだけど、どうしよう。ここ来た？来てないか。新しい、なんだこれ。あ、転生時計か。まあ、持っとこうか。ハテナハテナが来たらね、ロビーに帰りたいって言うもんね。帰らなかったらどうなるのか。うわー、来た来た来た。頼んだ。いつの間に一人になった？みんなどこへ？この手紙だけ裏面に、え、なんて読むんだ。さくら、なんとかさくら、え、生きられたと記されている。
生きられた。やってくれた？やった？やってくれたっぽいな。ナイス！野田、ありがとちょっと声した気がしたけど、これ自分がはあはあってなるときとならないときの違いは何だろう。そして格段にブレーカー見つけるのが難しい。いた、いた、いた、いた。いたわ。どこだ、どこから鳴ってんのかわかんない。ここって行きたいとこじゃん。あそこのドアからしか行けないよね、きっと。取れない。野田、どっから来るんだ。開いた、開けた、どこ開けた。開けるんだドア。ドア開けるんだ。開けた音したもんね。あいつ開けるんだ。どこ開けた。待って、どこ開けてる、わかんない。物が構えた。そっちか、オッケー。ここじゃない？ここ。来た！野田！野田、こっちこっち、よし。野田、ここで待ってる。ここは入ってこれないよ、絶対。野田、大丈夫？ここで待ってる。こっから来ないのか。オッケー。はい。で、ちょっと見てこっか。アイテムがいっぱいあるって感じか。すごいんだけど、鍵のオンパレード。あれ、これ絶対読める資料だと思ったらそんなことなかった。サプリメントか。ここ入ってこないのに。 ここ入ってこないのに。ブレーカー直ってるわ。待って、今回でもブレーカーが1個も直せない。で、ずっとドクドクいるよね。消えたんだけど。やばい、くしゃみが。 はい、ごめんね、くしゃみが。やばい。いるな。でもさ、最終的にエレベーターに行くのはさ、最初のロビーからただただまっすぐってことが分かったから、転生時計があればね、楽だと思うの。だから、はてなはてなはてなが出てきた時用と、開けてる開けてる開けてる音すごいする。はてなはてなが出てきた時用と、最後にエレベーターに乗る時用と、2つ欲しいなって。近声が。一応この声もやっぱヒントなんだね。どこ開けてる、怖っ。どこ開けてんの、怖っ。めっちゃ開けてんじゃん。野田が頑張ってくれてる。銃なくなった。びっくりした、今銃なくなったのかと思った。野田のここら辺にいない？ちょっと開ける、ここ。ほら、野田やって。なんかさ、待ち伏せしてるよね。待ち伏せしてるやつがいる。だって怖い怖い怖い。どこにいるのね、もうダメだ。いない？どこどこ消えた。これいっぱいで滑るな。こっちから聞こえる。れ違う。ブレーカーじゃない、鍵か。ここの先というか、シャッターこのくらいに、上まで上がっちゃう。鍵はちょっとそんなにあっても。うわうわ。今ので解き放たれてんの？答えが。わかんない。
ここ知ってる。こっちにいる感じするな。こっちだぞ。でもこれいけないな。もうなんかあれ全然ブレーカーの位置が、私音量小さくしすぎてんのかな。でもそしたら他のまで大きくなるからな。え、これ通れる？通れるか。でも こっちにこれある？あ、あるあるある。オッケーオッケー。こっちから聞こえたんだけどな。野田来れる？待ってんのか野田。鍵が入りそう。ブレーカーください。近い近い近い。嘘でしょ。消えるでしょ。消え、待ち伏せ？消えない？どっち？やばい。あ、やばい、違うわ。後ろ通ってるもん。全然ブレーカーに行けない。ブレーカーってやばいな。うわ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 。最初のところに戻ってきちゃったんだ。わあ。ここでも鳴っちゃうのか。あー、野田が撃ってる。そこにいるよね。待って、どこだブレーカー。え、結構大きく聞こえたと思ったのに。してるよね。ちょっとハーハーが邪魔だ。はあはあ、しわないで、はあはあ。これ全然近くないの。関係ないけど、こっちも戻ってみる。ここ最初のとこでしょ。そうだよね。あー、ダメだ。全然ブレーカーに今度たどり着けない。野田のとこに戻ろう。あ、電池なくなった。そういうことか。野田待ってよ。あ、びっくりした。野田ナイス。あ、野田いいな。はあ、いるいるぞ。待って、消えた。あ、野田。あーね、ま、数がめっちゃ多いんだ。わー、しか行けない。はい、今度ブレーカーのところに全然たどり着けんだよね。あった。野田のとこ戻ろう。
ゃないな。もう一個隣です。怖っ。下どこにいたんだろう。こっちか、なんか赤かったもんね、ここ。わかんないけど、野田野田。はい、話聞こう。うん、はい、やるじゃないが、ナイスだ、ありがとうありがとう。野田ちょっと髪の毛ずーら。はい、じゃあここはね、一回聞いたから、弟を探してるんだよね。はい、うん、最高。あれ、懐中電灯復活してない？あれ、気のせいか、切れてないのか電池。あ、いるいるいる。野田、あいつもやっちゃって。野田野田やって、ちょっとおびき寄せて野田にやってもらいたいな。ほら、あ、来なさいよ。ダメだ、来なかった。やばい、くしゃみが。来た来た。あ、野田、落ち着いてくぞ。ふう、こう来てるな。全然聞こえなかったな。どうなってる？やばい。ふう。あ、ここか。ここは行けないんだもん。頼む。うん、ちょっとしたけどな。こっち側からしたけどな。さっきのやつ？したけど、今のちょうどトゥ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 が邪魔すぎて。ちょっと待って、もう一回。どっちからしてんのかわかんない。どうしよう。あ、やばい。あーがいた。あーの声が一瞬聞こえたんだけど、下にブレーカーないよね。でもさっきのとこ戻ってきちゃったよ。どうしよう。あれ、さっきのとこかな。自分で直したとこかな。やってやって。わからん。待ってないで、来て。下行ってみる？下にもブレーカーはない。下にブレーカーはないと思うけど。野田やってくれ。野田やって。違う？下にいない？あ、でも足音がすごいするんだけど、この壁の向こうから。やってくれた？あ、ちょっと待って待って、引っかかった。やってくれた？やってくれてる。うわー、ロデ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 。やってくれた？やってくれてないか。あの、下にいるのも やって、数が減るならやってほしい。この独特がね、邪魔なんよね。やってないか。来た来た来た。野田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 。ナイス。めっちゃ野田に頼ってる。野田戦法もこのまま降りてもいけそうだけど。ええ、まだいる。めっちゃ3匹ぐらいいたんだ。そりゃ常にドク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 なるわ。まだいるの？
もう見つけれん、ブレーカーが。また3に戻っちゃう。あもうみんな何回やるって思うじゃん。何回やるって思うよ。ほんとごめん。あーどうせまたマップも新マップだからな。ごめん、次こそクリアするから。今回は野田が敵を倒せるってことが分かったってと、今回はてなはてなはてなんか出てこなかったね。でもたまにあーってなんか声が聞こえたような気がしたんだけどな。もうほんとごめん、ちょっと次こそはクリアするから、もう一回ここで区切らせて。でもこの回をまるまるカットするかと言われると、あの野田の銃での活躍がわーっていう知れた回だったから、載せるか、もう載せさせて。次回こそクリアする。